チンタオの一二川島半島の南岸に面した港湾都市であるチンタオビール博物館の前に置かれたディオニュソスの像チンタオ市は中華人民共和国山東省に位置する主要な港湾都市。副省旧市、計画単列市、国家歴史文化名城に指定されている。中国の海洋産業の中心都市であり、東部沿岸の重要な経済と文化の中心であり、 近代的な製造業やハイテク産業基地も立地する。また国際的な沿岸リゾート地、東北アジアの国際海運センター、中国国内の主要な地方国際空港所在地であり、中国人民解放軍海軍、北海艦隊司令部のある軍港でもある。2008年の北京オリンピックや2009年の第11回中華人民、共和国全国運動会のサブ会場は、 チ太タに位置しており、また、2014年に国際演芸博覧会が、2018年に上海協力機構大会が、チ太タで開催された。歴史的に、三島半島の港は、半島北部に集中し、半島南岸の甲州湾湾港に位置するチ太は、甲州が管轄する二川大王と呼ばれる、偏僻な漁村に過ぎなかった。秋夜には、 和光対策の城塞が建設され駐留する軍目当ての商人が集まったこともあった。成長になると、現在の大学路付近に、賃太尾村という観村があり、新末期には、賃太尾口という小さな港町を形成するに至った。1859年には、賃太尾口に税関分局が設けられ、1865年には、延大の東海間の分析が置かれた。 1891年に国防上の観点からこの地に海軍の三橋など軍事施設が建設され、翌年に当州の兵力が二川王に駐留し、総兵賀門が沈田尾村に置かれ、町の発展が始まった。杭州安奏借地も三省日清戦争後、三国干渉で中国に恩を売ったドイツは、太陽艦隊の寄港地となる軍港を中国沿岸に確保しようとした。 甲州湾一帯に目をつけ、1897年に、宣教師が三島で殺された事件を口実に上陸し、翌1898年には甲州湾を99年間の創着地とした。二川尾には、ドイツ東洋艦隊の母港となる軍港が建設された。ドイツはこの地を極東における、本拠地都市、鉄道布設圏と鉱山採掘圏などを通じ三島半島一帯を、 勢力下に置いた。チンタオはドイツのモデル植民地として街並みや街路樹、上下水道などが整えられ、今なお残る西洋風の街並みやチンタオビールなどドイツがこの街に与えた影響は大きい。チンタオ攻略戦及び三島幹部も参照第一次世界大戦でドイツ帝国に宣戦線布告した日本は1914年。 甲州湾のドイツ要塞を陥落させて占領下に置き、ベルサイユ条約の条項により、三島省における特権の譲渡を受ける予定であったが、公日活動が活発化したことから、1922年の条約により、三島鉄道等を含む権益を部分的に北洋政府に返還した。1925年には、上海での5.30事件が沈汰にも伝播して起きた。 日経防石工場での大規模なストライキに対する日本軍と北洋政府による弾圧事件が発生した。北洋政府は、鎮ンを中央政府直轄の特別行政区である、二川沖商府としていたが、上海クーデターにより、勢力を失い、その後の国民党政府は1929年、チンタ特別市を成立させ、1930年に鎮ン市と解消した。 1937年日中戦争が始まると、陳太貸は再び日本軍の占領下に置かれた。第二次世界大戦後には陳太貸は、米国西太平洋艦隊の司令部所在地となったこともある。しかし1949年6月2日、中国人民解放軍が陳太貸に入場し、中国共産党政権の支配下に置かれた。1984年の党昌平時代に、 対外解放され、近代的な港湾都市として発展している。神郎は、山東半島の南海岸の甲州湾の東側に、小さく突き出た半島の先端に位置する。北東は、延大市、西は、帽市、南西は、日照市と、それぞれ接する。市街は、比較的平坦で、すぐ側に、丘が並んでいる。市域内の最高点は1、133メートルになる。 海岸線の長さは 730.64km に及び、長さ 50km 以上の目立った川は5つある。欠片の気候区分によると、温帯化う気候に属する。人ンタは海に面しているため風が強く、気候は夏は涼しいが、冬は厳しい寒さである。夏の平均気温は摂氏23.8度で、冬の平均気温は摂氏マイナス0.7度となる。 梅雨はないが、7月と8月は、雨が多い。奈良市勝区と三研究市から構成される。太貸市、編集二川東行政区南海線区、編集二川東行政区浜北線区、編集二川東行政区西海線区、編集公衆線区、編集1903年に、ドイツ人が当地で開業した、太貸ビール製造所がある。 中国は2004年時点で世界のビール生産の18.7%を占める世界最大のビール生産国である。チ太オビールは中国で最も有名なビールであり、世界的に知られている。1984年にチ太オが特別経済技術開発区に指定されて、以来、外国からの投資が集中し、近代建設が急ピッチで進展した。特に中韓国交樹立以来、 韓国からの投資は目覚ましく、チンタオに対する韓国の投資は2001年592億米ドル、2002年971億米ドル、2003年1433億米ドルと、急増を続ける。韓国インチョンとはフェリーで結ばれ、チンタオ在留韓国人は7万人に達する。また近年中国最大の家電メーカーとなった、ハやールや中国最大のテレビメーカーである。 ハイセンスも、チンタを本拠とする。海岸海沿いの美しい景色と、オレンジ色の瓦屋根で統一された建物などの景観で、近年、観光都市としての側面も知られてきている。ドイツ風の街並みが残る、旧市街など、異国情緒も漂う、国家歴史文化名城に指定された都市である。中国人民解放軍北海艦隊の海軍基地や、 最南軍区空軍第31航空師団の基地があり、第26集団軍第76自動化風評師団が駐屯する。海軍や空軍は朝鮮半島を睨んでいる。中国サッカー、高級リーグのプロチーム、陳太タ中農の本拠地。陳太タ中農のホームスタジアムは、陳太タ店大体陸上。2008年北京オリンピックのセーリング競技が、 チンタオで開催された。ありがとうございます。